第19章。以上の点に続いて、精液がどのような種類の栄養の余剰物であるかという点について規定しなければならないし、また月経値についても、それが何であるかを規定しなければならない。というのも、胎児を産む動物のうちのあるものは月経値が生じるからである。つまり、これらの考察を通して、1、メスについても、オスと同じように精液を放出するし、生成するものは2種類の精液から構成される混合物であるのか、それとも2、メスからは精液は全く分離しないのか、もし3、メスから精液が全く分離しないとしたら、メスは発生に何も寄与するところがなく、単に場所を提供するだけであるのか、それとも4、メスも何らかの寄与をするのか、もしそうであるとしたら5、メスはどのようにして、いかなる仕方で発生に寄与するのかが明らかになるだろう。有血動物の場合には血液が最終段階の栄養であって、無血動物の場合にはそれと類比的なものがそうであるという点については、先に述べた通りである。生殖液も栄養の余剰物であって、しかも最終段階の栄養の余剰物であるとしたら、それは血液であるか、それと類比的なものであるか、あるいはそれらから出てきた何かであるかのいずれかでなければならない。一方、体の各部分は血液が熟成させられて、それが何らかの仕方で分けられることによって生成するのであって、精液は熟成させられると血液と違う性質のものとなって分泌されるが、それが未熟成であるとか、何度も性行為を繰り返すことによって、精液を無理に放出するような場合に、放出されたものが血液上であった人々がいたことから、精液が体の諸部分へと最終的に分配される血液化した栄養の余剰物であることは明らかである。そして精液が大きな能力を有するのはそのためであって、正常で健全な血液の流出も、精液が放出されるときと同じように疲労を引き起こすからである。また、生みの親たちに似た子供が生まれてくるということも、理にかなっている。すなわち、体の各部分へ向かうものは、残されたものと似ているというわけである。従って、手や顔、あるいは動物の全身にあたる精液というのは、そのように限定されていない状態での手や顔、あるいは動物の全身ということになる。そしてそれらの各部分が活動状態においてあるように、精液は可能状態においてそのようなものであって、それは精液それ自体の容量によるのか、または精液がそれ自体の中に何らかの能力を持つことによるのかのいずれかである。というのも物体としての精液が生成の原因であるのか、それとも精液は何らかの成功及び生成のための運動の資源を持つのかという点については、これまでに規定された書店からは、私たちには未だに明確でないからである。すなわち手であっても、体のその他の部分であっても、魂の能力またはそれ以外の何らかの能力なしには、手でもないし、体の他の部分でもなく、それは同盟意義的にそうであるに過ぎないというわけである。精液上の誘拐が生じる動物の場合、これもまた余剰物であるということも明らかである。それが生じるのは余剰物が以前のものに分解していく場合であって、ちょうど漆喰の上乗り部分が直ちに剥がれて落ちていくようなものである。剥がれ落ちた部分は最初に塗られたものと同じであるというわけである。それと同じように最後の余剰物も最初の誘拐物と同じものである。さて、これらの点については以上のようにして単規定されたことにしよう。これに対して弱い方のものにも余剰物が生じるが、その量が多くてあまり熟成していないのが必然的であって、そのような性質のものであるとしたら、それは多量の血液上の液体であるのが必然的であって、弱い方のものというのは自然本性的により少ない熱に預かっているもののことであって、メスがそのような性質のものであるということは、先に述べた通りであるから、メスに生じる血液上の流出も余剰物であるというのが必然的である。そのような性質のものとして生じるのが月経値と呼ばれる流出である。さて、そのようなわけで月経値が余剰物であるということ、メスには生殖液が存在するよう、オスには生殖液が存在するように、メスにはそれと類比的に月経値が存在することは明らかであるが、以上述べてきたことが正しいということの印は、月経値に付帯する事象である。すなわち、オスに生殖液が生成し、それが体外に放出され始めるのと同じ年齢期になると、メスには初潮が見られ、声が変化するとともに、乳房の周辺が目立ってくる。そしてこの年齢期を過ぎると、オスの場合には生殖能力がなくなってしまうのに対して、メスの場合には閉経が起こるということである。さらに次に挙げる点もメスにおいては月経値の流出が余剰物であることの印である。すなわち大抵の場合、人の女においては、
月経血が止まらないときには、自出血も鼻血もそれ以外の出血も生じないということである。またこれらのいずれかが起こった場合、月経血の浄化は悪化することになるが、それは血液の分離がそれらへと方向を変えていくためである。さらに女は男と同じように血管が浮き出していないし、メスはオスよりも薄毛で皮膚もすべすべしているが、それはそれらへと向かうはずの予兆が月経血の中に入って、月経血とともに排泄されるためである。胎児を産む動物の場合、メスがオスよりも体の容量が小さいということも、これと同じ原因によると考えるべきである。なぜなら月経血の流出が体外に向かって生じるのは、胎児を産む動物だけであって、その中でも人の女の場合に最も顕著だからである。事実、人の女が放出する月経血の分泌量は動物の中で最も多い。それゆえ人の女は肌の色がいつも際立って青白くて、血管が浮き出して見えず、体つきも男と比較して明らかに劣っているというわけである。月経血はオスに生殖液が生じるのと同じようにメスに生じるものであって、2種類の精液上の放出が同時に生じることはありえないわけだから、メスが発生のために精液を提供しないことは明らかである。もしメスに精液が存在するとしたら月経血の方は存在しないはずだから。だが、現に月経血が生じるのであるから、メスには精液は存在しない。さて、精液が余剰物であるのと同じように月経血も余剰物であるのはなぜかという点については、すでに述べた通りである。動物に付帯する事象のいくつかはこの点を裏付ける証言として挙げることができるだろう。すなわち太っているものの方が脂肪質でないものよりも精液の量が少ないのであって、これについては先述した通りである。その原因は脂肪も精液と同じように余剰物であって、血液と同じ仕方ではないが、熟成させられた血液であるという点にある。以上のことから余剰が消費されて脂肪になると、生殖液に関するものが不足するというのは理にかなっているし、また無血動物のうちでも軟体類や軟殻類は、卵をはらんでいるところが最上質であるということである。すなわち、これらの動物は無血であるために体内に脂肪が生じないので、脂肪と類比的なものが分離して性的余剰物へと変化していくというわけである。オスが放出するような精液をメスが放出することはないし、ある人々が主張しているように、発生は両方が混合することによって起こるのでもないということの印は、メスはオスと交合するときに快楽が生じないとしても、妊娠することが頻繁になるということである。その一方で、オスに決して劣らないほどの快楽が生じていて、しかもオスとメスが等しい速さでそれに達したとしても、月経血と呼ばれているものから構成される液体が適量存在していなければ何も生まれない。それゆえ月経血が全く生じていなければメスは産むことはないし、月経血が生じていたとしても、それが体外に排泄されている間は、大抵の場合は産まないのであって、むしろ浄化の後に産むのである。すなわち前者の場合、メスは栄養も素材も持っていないので、オスからやってきて生殖液の中に内在している能力は、それをもとに動物を形成することができないのに対して、後者の場合には月経血が多量であるために、生殖液が月経血と一緒に洗い流されてしまうというわけである。むしろ月経血が生じてその排出が起こってから、そこに残されたものが動物へと形成されていく。月経血が生じていないのに妊娠するという女の場合、あるいは月経血が生じている最中に妊娠するけれども、その後は妊娠しないという女の場合、その原因は前者の場合に生じる液体の量は生殖力のある女にとって浄化の後に残されるものとしては十分な量であるが、生じる余剰は体外へと排出されるほどの量ではないという点にある。これに対して後者の場合には浄化の後に子宮口が閉じてしまうという点にある。そのようなわけで排出されるものが多量で、なおも浄化が生じているけれども、それが精液を体外に一緒に流してしまうほどの量ではないという場合に、女は男に近づくと妊娠するのである。妊娠後に月経血がなおも生じるということは、決して不思議なことではない。妊娠後も月経血はある期間中は生じるものの、その量はわずかであって持続することはない。しかしこれは病的な性質のものであって、それゆえごく少数の女に稀にしか起こらない。これに対して大抵の場合生じることは、最も自然にかなったことである。さて、メスが発生のために提供するのは素材であって、それは月経血という形成物の中に存在しているという点、また月経血が余剰物であるという点について明白で、月経血が余剰物であるという点について明白である。第20章。ある人々は女にも男のものに近い喜びが時々生じることがあって、
同時に液状の分離が起こるということを根拠として、メスが性交中に精液を提供するものと考えているが、この液状物は精液状ではなく、ある特定の女の局部に固有のものである。すなわち、これは子宮からの分泌物であって、ある女たちには生じるけれども、別の女たちには生じない。これが見られるのは大抵の場合に言えることとして、色白で、いかにも女らしい体型の女たちの場合であって、色黒で男っぽい体型の女たちには見られない。この分泌物が生じる女たちの場合、時にはその量は精液の放出量と比較にならず、それをはるかに上回ることもある。さらに、摂取する食物が女たちの間で様々に異なるということも、以上のような分泌物が大量に生じたり、あるいは少なかったりするという大きな違いをもたらすのであって、例えば苦味のある食物の中には、この液状物の分離量が目立って増すように作用するものもある。性交中に快楽が生じるのは、精液が放出されることによるだけでなく、規則が放出されることにもよる。規則が集められると、それによって射精が起こるのである。以上のことは、精液はまだ放出することはできないけれども、その年齢に近づいている子供や、生殖力を持たない成人男子たちの場合に明白である。すなわち、これらの全ての者たちには、自分で陰部をさすっているときに、快楽が生じるというわけである。また、生殖のための期間が損なわれてしまっている人々の場合、余剰物は熟成させられて精液に変化し得ないので、それが分離して下腹部へ向かうことによって腸が弛緩することもある。子供は体型という点でも女に似ているが、女は生殖力を持たない男のようなものである。すなわち、メスは自然本性が冷たいために最後の栄養、これは血液であるか、または無血動物では血液と類似的なもののことである。から精液を熟成させることができないという点において、ある種の無能力の状態にあるのだから。そのようなわけで食物を熟成させられないために、腸内では下痢が生じるように、血管内ではその他の出血とともに月経血の流出が起こる。月経血も出血の一種ではあるが、その他の出血が疾病を原因としているのに対して、月経血は自然に変わったものである。したがって月経血から発生が起こるのが理にかなっていることは明らかである。月経血というのは純粋でなく、加工を必要とする精液のことであって、これは作物の生産において不純物がまだ取り除かれていないとしても、栄養はすでにその中に存在していて、循環のための加工を必要とするようなものである。それゆえ月経血をオスの生殖液と混合することによって、また純粋でない栄養は純粋な栄養と混ざり合うことによって、一方が子を産むのに対して、もう一方が体に需要を与えるというわけである。メスがオスと交合しているとき、接触によってオスと同じ場所に快楽が生じるが、メスがその液体を放出するのはそこからではないという点も、メスが精液を放出しないということの印である。さらに月経血の分泌が生じるのは全ての動物のメスにおいてではなく、血液を豊富に持つものにおいてだけであって、しかもこれら全ての動物に生じるわけではなく、子宮が角膜に接した場所に配置されておらず、卵を産むこともないものだけであって、さらに血液でなく血液と類似的なものを持つものにも生じない。すなわち有血動物においては血液に当たるものが、無血動物においては別の合成物として存在しているというわけである。ところで無血動物には月経血の浄化は生じないし、血液を持つ動物の中でも先に述べたものを除いたある種のものにも月経血の浄化は生じない。その原因は体が乾燥しているので、発生に十分なだけのわずかな量の余剰物しか残さず、体外へは放出されないという点にある。これに対して卵を産むことなしに胎児を産むもの、人や子息の動物のうちで、後ろ足が、内側に曲がるものがそれに当たる。すなわち以上の動物は、そのすべてが卵を産むことなしに胎児を産むというわけである。の場合、以上の動物では、例えばラバがそうであるように、発生の段階において何らかの障害を被った場合を除いて、月経血の浄化はその全てのものに生じるけれども、人の場合のように浄化が溢れるほど多量に見られるということはない。月経血が動物の各類にどのようにして起こるかという点については、動物史の中で厳密に記述しておいた通りである。動物のうちで月経血の浄化が最も多量に生じるのは人の女においてであるが、精液の放出は体の大きさの割合に比して、人の男に最も大量に生じる。その原因は体の成り立ちが湿っていて暑いという点にある。そのような性質のものには最も多量の余剰が生じるのが必然的であるから。さらに人は人以外の動物がそうであるように余剰がそこへと向かっていくような
特定の部分を体の中に持っていない。すなわち全身に多量の毛を生やしているわけでもないし、骨や角や歯が突き出していることもないというわけである。月経地の中に精液が存在していることの印に当たるのは次の点である。すなわち先に述べたように、この余剰物がオスに生じるのと同じ年齢期に、メスには月経地の前兆が見られるが、これはすなわちこれらの余剰物をそれぞれ受容する場所も、オスとメスで同時に分岐していくということである。またそこに隣接するそれぞれの場所の構造が荒くなるにつれて陰毛が生え出てくる。これらの場所が分岐していく時期になると、そこは規則によって盛り上がってくる。オスでは睾丸周辺の方が顕著だが、乳房の周辺も目立ってくるのに対して、メスでは乳房の周辺が以前よりも目立ってくる。その場所が指2本分の高さまで盛り上がってきたときに、大多数の女には月経地が生じるのである。さて、生命を持つ者のうちで、メスとオスが分かれていない者の場合、これらの者にとっては、種子が廃止のような存在である。私が廃止と言っているのは、メスとオスから生成する最初の混合物のことである。それゆえ、一個の種子から生じる体は一つであって、例えば一粒の小麦粒からは一本の茎が生えてくるのは、ちょうど一個の卵から一匹の動物が生まれるのと同様である。すなわち双生卵というのは二個の卵にあたるというわけである。これに対して、諸々の生物の類のうちでメスとオスが分かれているものの場合、一回の精液の分離から多数の子が生まれることがあり得るが、これはすなわち植物における種子と動物における精液は自然本性において異なっているということである。その印に当たるのは次の点である。すなわち一体より多くの子を産むことのできる動物においては、一回の交尾によって複数の子が生まれるという事実である。生殖液が全身からやってくるのではないということも、この事実によって明白である。すなわち生殖液が分割された状態で親の体の同じ部分から直に分離するということもないはずであるし、子宮に同時に入ってきてそこで分割されるということもないはずであるから。しかし、オスが経巣と運動の資源を提供するのに対して、メスの方が生まれてくるものに体、すなわち素材を提供するというのであれば、多胎という現象は理にかなったものとして起こるのであって、例えば乳を凝固させる場合に、体に当たるのが乳で、イチジクの汁または牛乳素がこれを凝固させる原理を持つものであるが、オスからやってくるものも、メスの子宮内で分けられて、これらと同じように作用するのである。ある場合には精液は多数に分けられるのに対して、ある時には少ない数にしか分けられず、ある時には一個にとどまるのはいかなる原因によるのかという点については別に論じることにする。だが精液は分割されたとしても、形相という点では決して異なるものではないし、むしろ分割された精液の量が素材と均衡していて、それを熟成させたり凝縮させたりすることができないほど少量でもないし、乾燥させてしまうほど多量でもない場合、そのような場合にのみ、複数の子供が生まれるのである。一方、生まれてくるものの体を最初に形成する精液が一つのままであるとしたら、それから生まれる子は一体だけである。さて、メスが発生のために生殖液を提供することはないが、何らかのものを提供するわけであって、それは月経地という形成物であって、無血動物の場合にはそれと類似的なものであるという点については、すでに述べてきた書店からも明白であるし、理に基づいて、普遍的な観点に立って考察することによっても明白である。すなわち、産むものとそれから生まれるところのものが存在することが必然であって、両者が一体であったとしても、少なくとも形相という点において、またそれらの説明規定が別であるという点において、両者は異なっているのが必然である。これに対して、これらの能力を完全に分かれたものとして持つ動物の場合、両者の物体としての面も別々であるし、一方が作用を及ぼすものであって、もう一方が作用を被るものであるという、両者の自然本性も別々であるのが必然である。そこでオスが動かし、作用を及ぼすものとして存在しているのに対して、メスは作用を受けることのできるものとして存在しているとしたら、オスの生殖液に対してメスは生殖液ではなく素材を提供するはずである。その通りであることは明らかである。というのも月経地の自然本性は大地の素材に対応するからである。